AMC 企画第16回森田明夫の経営理念の伝承パート8広告戦略。本日は森田さんのもとで数々の広告を手掛けた河野徹さんをお迎えしてお届けします。どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。早速なんですが、はい、河野さんとこのソニーとの出会いについてお聞かせください。はい、私実は美術大学出身なんですね。はい、美大でデザインの勉強してまして、で大学の3年まで、まあ、デザイナーを志していたんですけど、まあ、どういうデザインを目指すかっていうのは全く皆目分からなくてで本当に将来どうなるのかよく分かんなかったんですね。うん、自分でも目的もよく分かんなくて、まあ、それで、まあ、一応勉強はしてたんですけど、その時3年の時にですね、西尾中級さんのですね、まあ、講座がありまして、それがいわばアメリカの広告についての講座だったんですね。はい、でデザインで当時広告っていうのは僕の時代はまだね主流ではなかったんですね。ただその中でいろいろな一番有名なのはフォルクスワーゲンの広告シリーズなんですけどね、はい、そのクリエイティブを担当したのがアメリカの DDB というドイル・ディーン・バンバックという3人が起こした、まあ、一種のクリエイティブエージェンシーですよね。そこ の, まあ、一応作品群をです、広告群が、まあ、講座としてですね、なぜこういう広告を作ったのかとか背景も含めてですね、で最終的なクリエイティブに至るまでの、まあ、一つの解説みたいなものがあって、それが非常に面白くてですね、それが、まあ、自分としてはすごくそれがあったのかも分かりませんけど、あこれだと思ったんですね。自分がやるべきことはこの世界かなっていうのが、その時にね、まあ、発見したというんですかね。でそこの中でソニーが取り上げられるわけですよね。DDB の広告で、ライフの1966年ぐらいをピークにした一連のシリーズ広告なんですけど、それがまあ本当にね衝撃的で、僕としてはね、要するにそのコミュニケーションっていうのはデザインっていうのは何かっていうのが本当に分かりやすくっていうかね、その中で一番僕が気に入ってるのがソニーサイドショーっていうのがあるんですね。女性が寝っ転がってマイクロテレビを見てるわけですけども、一連 のタミー TV とか のシリーズでいろいろやってたの、ポータブルのテレビのやつですよね。はい、で女性は自分は寝っ転がって見てるんですけど、その時にマイクロテレビがこう縦になってるんですよ。向きをこう縦にして、つまり自分の目線と同じようにしてるわけですね。寝っ転がってる人、でそれがですね一発で分かるわけですね。要するにマイクロテレビのポータブルっていうのはどういう意味かっていうのがそれでわかるわけですよね。その単刀直入さっていうのが、そういう発想ですね。それがまあ写真というデザインを通してですね、見事に語られてるっていうか分かっちゃうわけですね。商品の性格というものがね、普通にまあ、ちょっと固めに考えちゃうと、商品を立てるなんてどういうことだっていうことに、あれ本当はやっちゃいけないんでしょうけども、ただそれをこうね横、こう縦にしちゃ横にしちゃってるっていうことがね、だけどそれがもう本当に僕としては、あデザインっていうのはこういう分野も含めるんだっていうのがあってですね、それでこうちょっと急にその未来でも広告ばっかり研究するようになったんですね。DDB というそのアメリカの大手のところがその日本企業の広告をこうやったっていうのは、そこもすごくやっぱ衝撃的なところだったんですね。でこういう広告を作らせる会社っていうか、広告そのものよりも、むしろそういうものを作らせる会社っていうかね、その企業はすごい興味を持ったんですね。こういうことを、できるんだっていうかね、じゃあそこからじゃあこのソニーに入社しようというふうに決められて、受けられたということなんですね。はい、そうですね、受けまして、はい、その最初どこを叩けば
ね、うん、あの扉を叩けばよく分からなかったんですけど、あの学校の掲示板にソニーから求人募集があったんですね。あ、そうなんですね。デザインの、でデザイン部門にとりあえず扉を叩けばいいのかなと思って、はい、デザイン部門を受けました。これは ID とかパッケージなんかやってるところですよね、うんうん、でそこで一通りあの試験を受けたんですけど、最後の面接で僕はその広告を作りたいんですって言ったら、広告はここじゃないよ、ソニー商事だよって言われて、そうですか、もう一回試験を全部受け直したんですかいうことになりました、そして、1968年にソニーに入社されたんですね。そして入られてどのようなお仕事をされたんですか。ですね、最初はあの実はソニーって私が入ってまだ2年間ぐらいですかね、1970年過ぎまでは内製だったんですね。広告を自分たちで作ってるんですよ。あの外部じゃなくて、我々は制作者だったんですね。はい、コピーでデザイン写真、うんうん、ちょっと昔にあれもありましたもんね、英語の短歌を切れる人を求む、あれも確か社内で作られたやつ、ね、はい、あれも、うん、あれあの字は僕の字です、ね、そうなんですかあれあれはね、だから僕が入社してまだ下積みだったので、こういう小さなね突き出し広告とかそういうものしかまだ任せてくれないんですよ、はい、あ、そうなんですか。であの当時の清水さんという、はい、課長さんコピーを書いてるんですけど、このこれ作ったよって言われてでこんな小さいスペースなので、あのね、紛れちゃうじゃないですか、うん、でそこでいろいろ考えて、あのダーマトグラフっていうね、はい、あのビロビロっとね、あの クレオンみたいな、はい、あの鉛筆であの字書いてですね、はい、自分の字でさ自分の字なんですねそうするとあれ小さいスペースでもまあ目立つということなので、うん、まあ、そんなことで生きがいを感じてたのかな日本人の日本だけなんかこうちょっとこう抜けてああいうところもすごく面白いデザインでしたよね、はい、あれであの広告で引っかかって入ってきた人いっぱいいますよね、画像みたいな。そうですよね広告もされて、あとはラジオの方の担当もされたというのをお聞きしたんですが、はいはい、その担当するのはなんかじゃんけんで負けたからそうになったみたいな話を、ちょうど2年後に、まあ、我々内政で、まあ、あの制作課というところで、担当としてはいろいろやってたわけですけど、ちょうど2年後にソニーが事業部制を取ることになって、事業部ごとに完結してるわけですね。営業からマーケティングからみんなね、それぞれにこう独立したわけです。ちょうど我々もあの宣伝担当もバラバラにこう切り分けられた。でじゃあどこへ行くかって言った時にじゃんけんしろって言われて、僕の同期もね、でじゃんけんして負けたしたの、じゃあお前ラジオだってでも不思議なのはその頃っていうとその、まあ、50年代に、はい、あれはトランジスタラジオがもう世界的にも大ヒットして、はい、やっぱソニーのその初期っていうのはやっぱりトランジスタラジオがもう、はい、一番のトップ商品、何もかかわらずじゃんけんでそこに行ったっていうのはなんか不思議なお話ですよね。それはですね、ちょっと僕が入ったとして68年っていうのはトリニトロンが発売されると思うんですね。ああ、そうでしたね。にわかにそのメジャーが、うん、メインがテレビの方にこう向いてる時ですよね。ああ、そう、はい、だから僕も、まあ、テレビなんかをやりたいなとは実は思ってたんですけど、そうなんですね、あのじゃんけんで負けてラジオに。でもそれが結果的には、何でもそうですけど、結果的にそれが後で考えたらいいことばっかなんですよね、実はね。あ、そうなんですね、はい、ただその後に、河野さんは、テレビのに関わるお仕事もされることになったんですよね。そうですね、うん、あのそれであのテレビの方にまた配置換えがありまして、うん、はい、それでトリニトロン、まあテレビって言ってももう白黒をやってませんでしたのでありましたけど、もうメインがトリニトロンになりましたんでね、そっち側に、うん、あの移動しました、はい、そこで、まあ、テレビ担当としてなんかもう3人ぐらいのこう広告宣伝戦略をする、はい、なんかチームができたんですか。あのチームというか、やっぱり切り張り、こうね、切り離されて、
ですから内政をしていた時代の、まあ、名残が残ってますので、うん、私がデザインでコピーライターとあとキャメラマンという、うん、まあ3人いればできるだろうという感じでそこでこう結成されてでそので3人でこう移動したということです、はい、その3人でこうじゃあずっと長い間こう一緒にいろいろされていったんですか。いやもうその時からあのほとんど内政はなくなりましたね。あ、そうなんですか。カタログぐらいは作ってましたけど、広告はもう内政はなくなったんですね、はい、っていうのはそのコピーライターの、まあ、田中さんという先輩がですね、はい、辞められちゃう、ね、外に出られちゃうんですよね。あ、やっぱその、そういうことを自分でやっていきたいという思いが、そうそう、自分が、はい、制作をずっとやっていきたいと、うんうん、マネジメントは嫌だと僕に合ってないということで、はい、で彼がある日突然あの御徒町の新助っていう立派なね、はい、飲み屋に呼び出されまして、ええ、でそこで俺は敵前逃亡するっていうんですいきなりそれで自分はお前を置いて出てっちゃうということなんですね、ええ、だけどそれがそれに対して僕はもう本当エールでもうどんどん送り出したんですよね。いいじゃないですかって、僕のことなんか心配しなくていいよって、でもまあ言ってみればその河野さんは取り残されてしまったわけですよね。そこからどのようにこうお仕事されたんですか。そこから、まあ、外部政策っていう時代に入ってくるんで、ね、うん、まあトリートロンっていうのは要するに広告宣伝費も大きいですし、テレビっていうメディアを当然使うわけですよね、うん、これは社内ではできないわけですよね、うん、そうすると広告会社さんとかいろんなプロダクションとかいうところの、まあ、依頼するっていうことになりますよね、うん、そういう世界に入っていくわけですね、うん、はい、じゃあそういうところで河野さんはそのソニーの中からこう、はい、いろいろ、広告をこう生み出してきたというところになるんですね。はいはい、まあ、その一つというのが確かトリニートロン方式のこの優先性をこう何とか知らしたいというふうにできたの自然シリーズでした。はいはい、そうですね、はい、我々は先輩も含めて、うん、まあ、トリニートロンというとねソニーの方はみんなよくご存知だと思いますけど、ワンガンスリービームっていうね方式の違いがあって綺麗なんだっていうことを伝えろと、なぜそれが伝わらないんだっていうことばっかり言われてて、それがずっと続くんですよ、うんうん、で作ってる側の方は、まあ、やっぱりその自分たちが発明した技術ですから、うん、それが世の中で伝わりたいわけですね。その違いがあって綺麗になったっていうことが伝わることが一番ベターなんですけど、うん、でもこれってやっぱりお客さんからするとテレビなんてブラックボックスなんですね。中の技術がどうあれっていうことを、うん、中にはね当然トリニートロンのファンがいて、うん、支持されるお客さんいっぱいいましたけども、うん、一般的にはそうじゃないわけですね。要するに綺麗だって分かればいいわけなんで、うん、その時に初めて気がついたんだよね。綺麗だって分かるとその差別化ができれば一番いいんじゃないかっていうのがあって、うん、それでその自然シリーズというものに行き着いたということだと思います、うん、ソニーのテレビが、まあ、どん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 こう広まっていくとやはり他社もなんか同じような製品をどん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 作っていく、はいはい、でその時にこのソニーのこれがソニーの製品だってなんかすぐ分かるようにするためにこのロゴをなんか工夫したっていうようなお話を聞いたことはあるんですが、はいはい、その件についてもお話しいただけますか。はい、それはですねこれも森田さんが発端なんですけどね、森田さんが秋葉原にこう視察っていうかねディーラーのところに行って、まあ、売り場を見た時にですね自社の製品がすぐ分かんなかったともうほとんどソニー的になってるわけですね、トリニートロン的になっちゃってるわけです、うん、みんな、うん、他社が、うん、そうするともうとにかくバッジの大きさとかなんかではちょっと一見で分からないわけですね、うん、それをこう問題視されてですね、ええ、でデザインセンターにそれが分かるように何か考えろと、うん、いうことでイクラマークと世の中で言ってますが赤の、はいはいはい、S マークという、ね、S マークなんですけど、それを、まあ、シールで貼るようにして、うん、でこれが入ってるのがソニーだっていう、うん、で実はイクラマークは
それ以来ですね、どんな製品でも全部作るようになっちゃったんですね、これね。あ、そうなんですね。そうです、そうです、はい、どんなところにちっちゃく入って、一時、うん、ありましたね、はい、うん、お客さんそれデザインだと思ってずっとそのまま貼ったまま外さないといけないやつ探さないで使ってらっしゃいますけどね、それがあの、まあ、発端でですね、うん、はい、やっぱり社名ロゴをですね、製品で大きくするとやっぱりそのバランスの問題とか、うん、結局ソニーデザインからするとやっぱり一つの美意識がありますから、うん、やっぱりさある大きさにこだわるわけですね、うん、でやっぱりこのプロダクトって面白いのはですね、はい、お客さんはですね一年中ずっと見てるわけですね。ですからその見てる側からするとあんまりそういうね会社が主張されるっていうことはあんまり良くないですよね、これは。自分の道具ですからね、うん、はい、だから、はい、そういう意味でそういう配慮も含めて、うん、ある大きさっていうのがあると思うんですね、うん、はい、そういうところまで工夫された、まあ、他との この差別化をするためだったんですね、はい、森田明夫さんからこう直接アドバイスを受けたりもされたんですか。はい、まあ、これはあの新人の時入ってからすぐ、もういろんなそのカタログを作っても広告を作ってもすぐ森田さんとか、まあ、周辺、まあ、森田さんが一番多かったと思いますけど、すぐメモが飛んでくるんですよ。あ、直接、うん、あ、これはいいとかね、へ、うん、これは大きさがわからないとかねすごいストレートだよ。そう、それがあの鉛筆でね広告にぶっとメモでくるんですよ。で時には電話もかかってくるんで、ね、電話で君これ何かねみたいな、うん、はい、だってもうあの河野さんがもうおられた時のソニーって言ったらもうすごい大きな、だって昔のその東通行のようなちっちゃな集団ではなかった時代ですよね。はい、でもやっぱりその我々の仕事っていうのは、うん、まあ、ブランドに直結してるわけですね、うん、ブランドを作っていく仕事でもありますから、うん、あの経営トップからするとこんなにものすごい関心事だと思うんですね。おまけに利益を使うわけですよ、広告っていうのは、うん、ね、使わなければ利益になるものをこれを崩していってわざわざ広告をしていくっていうことは、うん、やっぱりこれすごい、これ経営者からすると、うん、これは本当にあの関心事だと思うんでね。これがどういう形で使われるかなんていうことはね、うん、よく我々その森田さんなんかと一緒にこう会議をするときに、ね、はい、この広告のあるいはプレゼンテーションをするときに、君たちはこの広告のね広告費を横にお金を積んで考えろって言われるんですね。ああ、もう一目でどれぐらい使ってるのか分かるように、例えば何千万とか億とかいう札束を横に置いてみ、うん、見て、うん、それはいかに大変なことかっていうことを分かってくれと、うんうん、いうことをよく言われてました、うん、だけどそのなんていうか妙にこのねこうシュリンクするんじゃなくて、うん、そういう価値なんだっていうことを一生懸命おっしゃってられて、うん、うん、やっぱりその広告というのはやはりそのお客様が、まあ、商品を転する前の段階でこの知るところ、はい、メディアというところっていうのは本当にもうこのブランドをどう見せるかっていうところにつながりますもんね、はいはいはい、広告のデザインの前にソニーっていうロゴがもうどこにあるべきかというのはもうそれがもう決まっちゃってるっていうのもお聞きしたんですけど、もう決まってるんです。位置が左上の方に置くということで、はい、デザイナーとしては大変ですよね。あのね、そうなんですよね、うん、あるその自由度っていうか、うん、あるメッセージにとってはそういうところがちょっと災いするところもあるんですけど、でも後半はねもうそれがないともうできませんでしたねやっぱそれがあるとなんか人間のへそみたいなもんでね落ち着くというかね、うん、確かあの河野さんの著書の中にあのソニーっていうそのブランドというか、 なんかモノリスのような存在だっていう、本当にもうそういうものだったっていうことなんですよね。 そうです。そのまあそれらの考え方っていうのは確かのマーケットエデュケーションでしょうか、なんかマーケットエデュケーションクリエーションっていうのがこう森田さんの中にもあったというのを聞いたんですけど、あのこれはマーケットエデュケーションってあのソニーしか言えないようなものだと僕は思ってるんですね。つまりソニーって、まあ、創立以来ですね、今まで経験したことのない、お客さんが経験したことのないものを出してきてるわけですね、うん、だからお客さんからすると何かを連想してって考えることはないわけですね、うんうんうん、っていうことは
ゼロの状態からどういうふうにこう、ね、これを理解していただくか、うん、あるいはこれが生活の中でどういう形で自分が使えるのかっていうようなことはやっぱり、まあ、ある意味のエデュケーションなんだと思って、うんうんうん、でそれイコールその顧客の創造につながっていくわけですね、だからそこがポイントだったと思うんですね、うん、これは森田さんはもう昔からおっしゃってて、はい、うん、その考え方から生まれたのがもうまさしくあの1979年のウォークマンですよね、はい、そうですね、ウォークマンは最初から非常にその優等生ではなかったことはいろんな歴史のね今まで の語られてきましたけれども、本当にもしかしたら偶然だったのかも分かりませんけれども、ただその、うん、その目をですね最初に発見されたのは森田さんですよね、はい、でそこ その森田さんの持っているその勘といいますかね、うん、これが本当に偉大だったわけですね。森田さんの後押しがないとこれウォークマンってできてなかったですよね、はい、ですね、はい、っていうのはまあ、録音機能がないテープレコーダーっていうのは本当市場からそれから販売も全くソース感なんですよね、こんなもん作ってどうすんだっていう、そう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 なんですよ、これはもうリアルにそれは我々も反応として、うんうん、で僕らはそのじゃあなぜこれが売れるのかっていうそのマーケティングデータをいっぱい作ったんですね、それでそれをプレゼンテーションして、そのなぜこのテーププレーヤーというものが必要なのかというようなことを一生懸命解いたんですね、うん、その辺は森田さんと一緒にですねその辺のロジックは作ってきたんですね、うんうん、で要するに、まあ、我々ちょうどその時って車のドアを閉めた瞬間から音楽がなくなると、車まではカーステレオがあって ね、そのドア閉めた瞬間その外は音楽がないと、そうですよね、うん、でそのちょうどですねあの頃ってそのテープレコーダーとかラジカセとかいうものがある意味の飽和状態になってて、でそのマーケット自身もあんまり伸びてなかったんですよね、はい、でもその蓄積されたミュージックテープっていうのは皆さん登録されたりとか やってましたね、自分で作ってたテープとか、それみんなお持ちなんですよね、よくいろんな方がそのテレビの前にこう歌番組をこう撮ったりとかっていうので作ってた時代ですよね、はいはい、そういうものをエアチェックしてこう撮ってたとか、うん、まあ、我々もエアチェックしなさいっていろいろプロモーションやってきましたけどね、でもそれだけそのテープがいっぱい皆さんお持ちだった、うん、一人のでそのテープが使われないまま聞かれないまま そのまんまこうね積まれてるだけじゃないですかと、うん、でそのレコーデッドテープがものすごい膨大にあるっていうデータも出してですね、うん、でこのテープを使うっていうことがすごい意味があって市場性があるんだっていうことを歌ってきたんですね、うん、そういうそのいわば本当にね丁寧にですね、うん、説明をして、うん、なぜこのマーケットがあるかということは我々も一生懸命言ってきたんですね、うんうん、そういうもので説得をしてったわけですね、うんうん、でもまあ出るまでは市場は半信半疑だったと思うんですねやっぱり、うんうん、ね、確かそのウォークマンのこのデモンストレーション用のものを森田さんはなんかいろんな音楽業界の方とかいろんな人にこう配って回ったみたいなのを、森田さん相当あの頃 PR されてて、うん、まあ、有名な話がボストン交響楽団の方が東京にいらしてる時に、はい、メンバーに一個ずつ全部、差し上げて、でウォークマンってやっぱり我々もそうでしたけど音楽関係者がよくね飛行機に乗ると自分の、まあ、楽曲なんかをこう聴いてるのを目撃してるんですね、うんうんうん、ですからある意味では職業的には必要なものだ、うんうん、ですからそういう方々に差し上げると、まあ、一番音楽をこう使われている方々がウォークマンを支持してくれるということは一番重要なことですので、うん、評価してくれる、まあ、そこに一生懸命ばらまいた、うんうん、ですから広告使わないでばらまいただけでそれがパブリシティとして相当出たんですね、報道されたので、それはすごい大きな広告宣伝だったと思いますよ、うんうん、はい、
そのいろんな方にこう、まあ、モニターのようにこう聞いていただいた時、はいはい、もうその時にはこのウォークマンっていう名前はもうついてたんですか？最初からそれはつけてたんですね。あ、つけてたんだ、はい、ウォークマンという名前は、まあ、国内モデルですけどね、それで、まあ、最初は国内しか売ってなかったので、その渡されたウォークマンをこのね、あの変えられてニューヨークだいろんなとこでその楽団員の人とかミュージシャンがこうやってると周りからそれは何だっていうことになるわけですよね。そうすると書いてあるあの製品に入ってるウォークマンって入ってるからウォークマンだって言うしかなかった、だと思うんで、それが、いわば早めにこう、ね、浸透しちゃったっていうことで、あの後年だったらウォークマンにまとめるべきだっていうことは森田さんがおっしゃった、確かのアメリカとイギリスとかスウェーデンだとやっぱそれぞれの国でこう名前最初違ってたんですよね。はい、違ってますね。はい、アメリカそれからイギリス、北欧とかみんな違ってましたよね。はい、でそのウォークマンの名付け親が河野さんで、はい、そうなんですね。どこからこのウォークマンっていう言葉ってなってたんですか？僕はですね、最初あのウォーキーで考えたんですね。はい、あのウォーキーウォッチャーとかありますよ。ウォーキーっていう歩きながらみたいなのが、あの英語でウォーキートーキーとかそのウォーキー、はいはい、それでウォーキーの WA のところにあの足をつけた、あ、歩きながらでも聞ける、でロゴを作って、そのまあ事前のねいろんなプレゼンテーション、商品企画の会議なんかで、で我々の方から担当としてするネーミングはこれでやりましょうって出したね、そしたらまあその足がついたことで何ていうか足がついたって言ったらいいです、犯人みたいなあの周りのその若いデザイナーの人たちが面白いかってくれたんです、でこれはいけるなと思ったら、実はあの東芝さんがね商標登録されてたんですね。あ、すでにされてちゃってるな、でそれで結局それが、諦めきれずに、あのまあもともとがウォーあのプレスマンだから、あ、数年前にあの作ったあの録音機も、そうそうそう、録音もついた、その改造版だったわけですから、それでウォークとプレスマンをつけてウォークマンにしたんですね。でちょうどそうするとですね、ウォークとプレスマンマンの方に A が2つ入ってくるんですね、でそこに男の子と女の子の足をつけてっていう、あのいわゆるミッキーみたいな足ですけど、ね、それをこうロゴ化したということですね。そしてもそれが最終的にも世界中で統一された。そうですね、でも最初ウォークマンっていう名前自体もなんか実は森田明夫さんはちょっと微妙にうーんみたいな感じだったっていうのも、お聞きしてます。はい、ただ世間っていうか、あの森田さんの周辺でもそうですね、その有名な方々も、ウォークマンないのかとかね、いろいろこう注文が来るらしいんですよ、なんか手に入らないんで、でそうするとですね、森田さんもだん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 これはウォークマンにしちゃった方がいいんじゃないかっていうことかな、それで結果的にそれがウォークマンに統一することによってですね、いろんなその取説であるとかいろんなのをバラバラに作る必要なくなってくるわけですよね。そうですね、もう一つですね。そうです、そういうそのメリットも副次的には生まれてきてですね、そのウォークマンというとちょうど僕70年代後半生まれなので、自分の中の記憶にあるソニーのCM、 テレビ CM っていうと、まさしくあのお猿さんがこう、ウォークマンをこう聞いてる、もうあれがすごくもう強烈に今でも残ってるんですけど、やはりそれもあれはね、僕が最あの担当して最後の頃に企画まで変わりましたね。それであれってなぜできたかっていうと、ちょうどあの頃のウォークマンって新しい機能とかね何もなかったんですよ。必ず新製品って言うと新しい機能がつくじゃないですか、でそういうものをこう一つの、まあ、支えにして広告で作るわけですけど、全くなかったんですよ。あの技術的にもね、いろいろ進化させてきたんですけど、それもなかったんですね。じゃあ要するにウォークマンしかないわけですよね。だったら要するに、まあ、これはクリエイターの勝利ですけどね、だったら広告が目立てばいいんじゃないかっていう発想ですね。まあ、これも一つの戦略だと思いますよね。要するに新製品情報がなければ広告が目立つということに、で、まあ、逃げ落ちちゃう逃げ落ちたんだけどそれが異常なあの、ね、そのひなり開き直りが良かったんじゃないですかね、あれはね。
本当あれは強烈な印象が、あれは質的にも良かったですよね、うん、素晴らしい広告でしたよね、さて、このウォークマンの後、河野さんはベータマックス、CD、8ミリビデオ、まあ、デジカメ、そしてバイオ、あとまあショールームのイベントと、本当にもうソニーにおける基幹商品の導入には全て関わられたとお聞きしたんですが、まあ、その中で何かの一番印象に残ったことなどあれば教えていただけますか。そうですね、これはあのソニーのネガティブな部分で、うん、一世風靡しましたけどね、うん、ベータマックスの最後の時の「ベータマックスはなくなるの?」っていう広告シリーズですかね、お出したんです。これは社会が騒然としたわけですけどね、まあ、今でいう自虐ネタみたいなところに近いものですよね。でこれは非常に面白かったというか興味深かったのは、うん、まあもともとはこれ大賀さんがね、ちょうど社長で株主総会に立つわけですけど、その前に、まあ、ベータマックスはまあ敗退していくっていうことがある意味でもう公然となってた時に何か言いたいということだったと思うんですね、うんうん、でそこでまあ考えたのがベータマックスはなくなるのっていうことなんですね、でシリーズなんですよ、でそれの時に、まあ、大賀さんがこうもう熱心で、まあ、僕も当時市ヶ谷の彼は市ヶ谷の CBS ソニーにいらっしゃったんで、あそこに通ってってですね、もっと過激にやれみたいなことばっかり言うんですよねそれで一番すごかったのが、もう挿絵みたいなね、ものは佐藤三平さんに頼めよっていうわけですよ、うん、で彼だったらなんかうまくなんか料理してくれると思ったんですよね、うんうんうん、人の息子さんソニーだし、で佐藤さんとも大賀さんも仲良かったんで、何かやってくれるだろうと思って、お前ちょっと行ってこいってわけですよね、で頼みに行ったんですよ、でこの週考え方でこういうってうなってらして、僕がやったことをノーって言うなよっていうわけですよね、出したものを、でそれはもう当然ですよって言って最後こう取りに行ってですね、見たらリアカーにねベータマックス積んでこう廃品回収業の絵になってるああこれはまずいなと思ったんですよね、うんうん、でちょうど行ってましたら奥様がですね、ちょっと今日はちょっと時間かかるんでちょっと待っててくださいとか言われて、で日本全国うまいもの会の会員なんでいろんなとこからうまいものがいっぱい送ってくるのよとか言って、ちょっとこれでも食べててくださいとか言って、でそれでこれもちょっと飲んでくださいお酒も出されちゃってでまあしょうがないからっちゃ変ですけどお酒もちょっと入れたら、僕はお酒飲むと真っ赤になっちゃうんですけど、でも本当に真っ赤になっちゃってですね、それで出来上がったそのリアカーの絵を持ってですね、それでそれを貼っつけて広告にしてですね、本社6階の会議室に臨むんですよね。その時はもう全役員の方が並んでらっしゃって、センターに森田さんがいて、横に大賀さんがいて、森園さんがいるって、そういう大会議で午前会議ですね、そこに私がそのリアカーを貼っつけたベータマックスをなくなるのっていう広告を持ち込むんです ね。とんでもないことになったんじゃないですか。それで皆さん無言になっちゃったんですよ。もう文句よりもそれを通り越して無言に、でしばらくこう沈黙があってですね、森田さんが一言これで行ってみようかっておっしゃるんですよね。そしたら大賀さんが、すぐこれは私が言い出しっぺでしてって自分の責任でやるっていうことをおっしゃるんですね。それで広告が出るんですよね。で僕はその真っ赤になっちゃったもんですから原稿を抱えて、当時三平さんの家荻窪だったんですけど、荻窪からタクシーですぐ帰って、窓を開けて雪の後だったの、寒いんですよ、顔ずっと出して帰ってくるんですよこう顔が赤いんでね、で西口に着いたら当時の課長さんの清水さんが、すいませんお酒の飲まされちゃいましてたらバカーとか言われちゃってそれで6階まで上がったら、もうまだまだ顔は青ね、青ざめてるわけですけど、終わってこれで行くって決まった瞬間に急に真っ
かになっちゃってアドレナリンが戻ってきちゃってで周りの方は多分こいつ純情なやつだと思ったんじゃないですか実はお酒に酔っていたというそうなんですよ。でその後、まあ当然それ、まあ、新聞社入れるわけで、うん、その後にガムル思想会が大荒れになったというその諜報人だけれども、最終的に森田さんがこれで行ってみようかっておっしゃったのは、うん、僕はすごい印象に残っておりますね。これはね、まあ一種の世紀の決断みたいなのがあるわけですよね。そうですよね。で僕がそういうことに関われたっていうこともすごく、うん、嬉しいっていうかね、稀有だと思うんですけど、はい、その河野さんが美大生の時に、はい、DDB の広告を、はい、見てこのソニーを知ってソニーに入ろうというふうに思われたというお話を最初にしていただいたんですが、実はそのソニーに入られてから実際にこの DDB のバンバック社長とのご子息が来日された時にお会いになったんですよ、はい、森田明夫さん、はいはい、それはどういう森田さんが、その DDB が東京にこのね支社っていうかねブランチを出そうと思ってるっていうことで、森田さんにご相談に伺ってたのがね、若社長さん、でその時森田さんがもうバンバックお父さんとはいろいろお世話になってっていう話になって、うん、その時に僕は初めてあなんかこの糸がつながったんだと思ったのは、うん、森田さんが当時DDB にソニーの広告を僕が影響を受けた広告を依頼する時に、うん、最初は門前払いを食らうですね、名の知らないようなメーカーのはやれないと、うん、まあ当然その、ね、いく払ってくれるかどうかも分かんないっていうようなこともあったんだと思うんですよね、うん、それをこうまあ一応拒否されたということで、なんとかということでですね、うん、実はその時に僕が聞いた話ですけど、うん、ご子息をそのバンバックさん、今そこに来られてた、うん、若社長とが通ってる同じ学校に入れたんですって。そうなんですか。それでそのなんていうか不敬会のような形で落ち着かずきになって、それで接近してまあ一種の説得というかね、うんうんうん、したという下りがあって、あこれがなかったら僕はここにいなかったんだと思ってこれはすごい話だなと思って。そうなんですね。確かのニューヨークにね初めてご家族で森田さん行かれた時に、はいはい、そのミセス・ヨシコさんもこう、はい、こういろいろいろんなとこ招かれたり、はいはいはい、おもてなしされたりっていう、はい、そういうところでこう仲良くなって、はい、それがあっての話だったんです、ね、そうですね、はい、本当にもご縁っていう、ね、そうなんですよ、ご縁ですよね、はいはい。河野さんはこのソニーの中でもさまざまな広告を広告作りをされてたんですが、はい、それらの広告を作ったそのターゲット誰に向けてっていうのはどうあったんですか。はい、非常にこれは明快でですね、普通はね、マーケット論が言うとまあターゲットユーザーとかいう形に向けてやるんですけども、うんうん、僕の、一種の判断基準っていうんですかいうものは全て森田さんですよね。森田さんが一人の顧客なんですね。森田さんが頭を縦に振ればいいんじゃないかっていう、うん、あるいは、ね、森田さんが驚いてくれるとか、うんうんね、そういうことが一番 の, こ の, しあの一種 の, この自分としての評価基準なんですね、うん、でそれをいつもですから非常に簡単だったといえば簡単なんですよね。森田さんがどう反応するかっていうことでいいんですよ僕は、うん、と思ってたんですね、うんうん、それが多分ソニーを支えるファンの同じだろうと思ってたんで、うん、まあ言ってみれば森田さんは一番の顧客なんですよね、これはね、ソニーを支持する、うんうん、だから森田さんが、うん、いいねとか言ってくれることが一番いいんであって、うん、だから一般のねまあエンドユーザーのことなんかあんまり僕は考えてなかったって言えば乱暴ですけどね、うん、そこだけの評価でいいんだと僕は思った、うん、はい、でもそういうのがあったからこそこのソニーのこのユニークさっていうのがこう、はいはい、まあ、ある意味いい意味ですごくとんがった、はいはい、面白い製品ができたと思いますよね、はいはい、森田さんは
いろんなアーティストとともにもこうとの親交というのは多かったと思うんですが、はいはい、この少年クラブというのも何かあったというのをお聞きしたんですが、あの、ね、少年クラブって、森田さんを囲む、あのアーティストの会なんですよね、だからもう日本のトップアーティストっていうかね、が、まあ、7、8人 で、で定期的に、まあ、森田さんそこからいろんな刺激とか情報を得ているっていう会がありまして、はい、我々はその、まあ、一種のセッティング場所の場所で何かソニーの何かって言った時にこうちょっとお見せしたりとかね、そういうようなお手伝いはしてましたけども、はい、あ、じゃあそこでこのソニーの製品をこの、まあ、言ってみればクリエイターの方々にもう見ていただいて、そこでのこの反応を、一方で森澤さんはいろんな分野の方々の話をこう吸収してるっていう、それはすごいですよね、ファッション系では三宅一生さん、それからあのグラフィックデザイナーでは、浅場克美さん、あとフォトグラファーはあの栗上和美さん、デザイナーでは田中一光さん、あと照明家の、藤本晴美さんと ペコちゃんという、本当にもういろんな種類、そうそうそう、あの各分野の、はい、そういう方々でしたね、はい、河野さんはあのソニーの商品だけでなくあのソニービルのリニューアルにも関われたんですよね、あの、まあ、僕にとってその広告だけじゃなくてイベントとかショールームをやったことが、ある意味でソニーをトータルで知る機会になったんですね、これはすごく価値があったと思います、で、ある時森田さんがソニービルがあの、まあ、だいぶ経年変化が起きてて、一番上のソニーサロンがバゲン会場になっちゃってるっていうことに痛く心を痛めてらっしゃってですね、これなんとかなんないかという話が、こちらに降りてきまして、でその時ソニービルをじゃあどうするべきかっていうことをね、まあ、我々は考えたわけですけど、その時に僕はその社内からあんまり出てこないんですよね、ソニービルとかいうああいうものって箱物ってみんなこう負担感を感じちゃって、みんな作った時はいいんだけど、どん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 もうここ軽視したとか疎遠になっていくのが常なんですけど、まあ、ソニービルも大体そうなってたわけですね、で森田さんはやっぱりソニービルにはもう一方ならぬというかね、思い入れがありますありますね、でその時にお聞きしたの、僕よく7階のソニー G コーナーのね7階に森田さんの部屋があったんですが、あそこによくお伺いした時に僕がこのソニービルを作る時の決断としてですね、ソニービルを建てる前の大晦日に前にあるその不二家の角からずっと眺めてたんだって言うんですよね、要するにここに資本金を超える金を投下していいのかどうかっていう、当時ね、でそこで悩んだんだっていう話を発端にですね、やっぱりそれだけソニービルに関してはいろんな思い入れがあったんですね、いろんな複雑な土地の関係もあってですね、そういうのがあって、でもそれを超えてやっぱりここはっていうのがあったんだね、で僕らがそのリニューアルでどうしようかなと思った時に、やっぱり手がかりとして森田さんからちょっと一言欲しかったんです、そしたら森田さんはもうそろそろソニー全体で支えてほしいんだっておっしゃるわけですね、あソニービルを、これは、ソニーグループですよね、でその時はもうすでにソニーはもうね金融からもう全部やってるわけですよね、それでまあ社内あるいはその外からもうソニーは一体何どうなっちゃうんだみたいな話があったと思うんですよね、ああもういろんなもの手広くこうどん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 、その時にね森田さんはソニーっていうのはいろんなものがあってソニーなんだよって言うんですよね、これはねすごい資産に富んでるっていうか、ソニーって何かに決めたものではないんだと、エレキだったらエレキとかね、音楽も映画もいろんなだからいろんなものがあってね集まってソニーなんだよって言っておっしゃるんですね、これはねすごいやっぱりすごい世界観をお持ちだったと、今もうすでにそうまさしくそうですもんね、だからソニーはこうだってよく巷ではね、ソニーがエレキとか言うじゃないですか、でも当時今でも多分森田さんそれお聞きしたら全然耳から こっちだと思うんですよね、森田さんはもう最初から
ソニーっていうのはいろんなものを包含してソニーなんだという、でそれで僕も分かりましたということで、いろんなものを全部入れて全体像でリアルなソニーっていうのを作れればいいのかなと思ってリニューアルした。まさしくそのソニービル の, そのリニューアルがそのソニーをこう象徴する一つですね。そうだと思いますですよね、はいはい。このまあ数々のソニーのヒット商品、はい、そしてこのソニービルの リニューアルなどに関わられてきた河野さんなんですが、森田さんの車窓も担当されたというのをお聞きしたんですが、はいはいはい、飯塚さんの時も私担当、大賀さんから、はい、いろいろこう注文を受けてどうすべきかってやったんです、うん、あの時はほとんどもうわけわからずにですね、いわゆる一般的な車窓とは何かっていうようなスタンダードのもの、うん、若干違いますけれどもやったんですけども、うん、森田さんの時はやっぱり森田さん のお人柄とかまあ、それだけではなくてやっぱり森田さんがされてきたこととか言ったことのその偉大さも含めて後輩さも含めてですね、どうあるべきかっていうことをやっぱり真剣に考えたんですね、うん、で一番のポイントはなんか 人のいわゆるある形骸化されたものにしたくなかったんですね、うん、これはだからなんかオリジナルなものにしたいと思って、うん、まず司会者を出井さん にしたのが、そうですね、当時社長だったんですけど、うん、社長が車窓の、ね、司会やるっていうのは前例がないそうなんですよね、まあ、普通は司会者がそうなんされてますもんね、うん、でもそれはやっぱりね森田さん自身に僕は失礼だなと思ったので、やっぱりそのね森田さんに育てられた 現役の社長がですね、うん、司会をするのがいいんじゃないかって大賀さんに言ったら、大賀さんも一瞬ひるんだんですけど、うん、でも最終的にあいつ声が悪いけどいいからとか言ってでも納得してくれて、であとはやっぱりまあこれ変な話ですけど、祭壇にそのね、うん、いつも一つの写真なんですけど、うん、メインの写真はご家族からご提供いただいたものですけれども、まあ、我々からすると森田さんってもっと違う面いっぱいあったので、森田さんのかっこいいところをぜひこうね、来る人もそれ期待してると思うんで、それをこう3枚にしたんで、これもね初めてらしいんですね、3枚って本当もう1つですもんね普通は、うん、それとやっぱり森田さんをご紹介するってことはやっぱりメインだと思いましたので、その時にビデオを作ったんですね、でこれはね、まあ、僕らイベントとかやるともういつも問題っていうか、いろんな人がいろんなこと言うんですよ、あれはそうじゃないんじゃないかとかね、でもそれをその車窓の中で言われると困るので、僕はその森田さんがいっぱい今までいろんなこといっぱいお話になってることのテープとかいっぱいあるんですね、それを制作者にボンと渡して、森田さんの言葉でつないでいきたいと、肉声でナレーションなしですね、だからナレーションでやるとどうしても誰かが脚色するわけですよ、うん、誰か作っちゃうわけですね、そうするといろんな異論が出てくるんですね、でももう最初から最後まで全部森田さんの肉声でやったの、全部残された言葉で、それだと誰もやっぱり文句言いようがないでもやっぱりそれは、僕もすごく感動しましたね、やっぱり、なんかもうジーンときちゃいましたけどね、そういうようなちょっと破天荒なことをしました素晴らしい車窓だったでしょうね、最後に、河野さんにとって森田明夫さんとはどのような方でしたか。これすっごい難しいんですけど、言っちゃうと本当に陳腐なのか分かんないですけど、僕やっぱりこの、まあ、イコールソニーなんですよね、森田さんイコールソニー、飯塚さんという方もいらっしゃいますけど、イコールソニーなんですね森田さんは、僕にとってはね。そうすると森田さんは、まあ、いわゆるその何ですか、知性とね感性と好奇心のね偉大な山なんですよ、もうそびえ立つ、もうねそれを超えるという意味じゃなくて、いつまでもこう眺めていたいね山だと、僕はそう思います。